ちは東京メトロの、皆様との対談企画3本目まで見ていただきまして、あの1本目でちょろっと話したあのクイズが用意されているということで、僕もあの全然内容知らないんですけれども、タイトルがですね、伊藤壮吾が東京メトロの方々に挑戦、この駅どこの駅というタイトルでございます。全然ちょっと想像がつかないんですけれどもあのどういうクイズでしょうか。この駅どこの駅っていうことで、路線図のシルエットクイズ、答えが駅名になってます。東京メトロを中心に東京都内の路線図の一部を切り取って出題。路線の色分けはしてません。路線の区別は、東京メトロ、JR、東日本、都営地下鉄、私鉄各線というふうになっています。駅と路線の組み合わせからどの駅かを推測して答えてください。おお、頑張りたいと思います。ダイヤバカ見てて路線図見てないので、あ、ちょっと心配なんですけど、ね、頑張ります。社長に怒られないように頑張ります。私はあの営業部、駅を所管する部署の人間ですので、間違いない頑張りたいと思います。はい、あ、ん？はい、新宿。おお、すごい、わかんない。これ伊藤さん何でわかりました？いや、その四角の中に点線が入ってるんですよ。それが新宿の特徴なので、でわかりましたね。わかりません。全くわかりませんでした。なんか想像もつかないですよね。あれ、これ私鉄が細い線が私鉄で、このグレーが被ってるのが総合直通で。ああ、なるほど。はい、はい、渋谷。正解です。おー、あー、そっか。おー、総合直通が2本入ってるところと、メトロ線が3本あるっていうところですかね。はい、銀座線だけが総合直通してない。わかりません。僕もパッと分かんなかったですね。結構難しいですね、これ。お、なんか癖強い形してるな。はい、お、池袋です。正解です。新宿渋谷ってきたんで次池袋だなと思ってたんですよ。それで見たら、あ、間違いないと思って。あー、そっか、確かに駅想像しながら見るとまずいな、これやばいな、もうちょっと答えないと。はい、一番左側が新御茶ノ水駅、真ん中が小川町駅で、一番右が淡路町駅。正解です。素晴らしい。名前が違うんですよね。名前が全部違うのに全部の理解できるっていう。淡路町通ってたんで。なるほど。で、これこういう区間がここしかないですよね。あ、ん？あ、はいはいはい、伊藤さん、地下鉄成増、地下鉄赤塚、順番わかんない、平和台と氷川台。正解です。おお、正解、パーフェクトですね。最初あの渋谷から青山1丁目、東
銀座線と半蔵門線かなと思ったけど外苑前が違うので、うん、あれどこだろうと思ったらまあ2線で同じ駅が続いてるのはここしかないなと思って、うん、伊藤さんが今2ポイント皆さん1ポイントずつはい、じゃあまだ逆転のチャンスあり、残り2問いきます。はい、伊藤さん目黒正解です。おメトロと都営がいてでかつ私鉄が一線しか出てないってなったらまあ目黒でしたね。じゃあ最後、はい、2ポイントで、はいはい、逆転のチャンスありで最後の問題いきます。はい、お、しずめさん押上駅、東京スカイツリー前正解です。あー、そっかカッコがポイントでしたね、これは。そう、カッコ、なんかカッコだから二重橋前が最初出てで、次明治神宮前が出てでも他にも押上が出てこなかったんですうわー、同点で伊藤さんと橋爪さん優勝です。結構難しかったですね普通にちょっと難しかったです、はい、やっぱちゃんと路線図見ないとなってハードルを上げなければよかったな一生懸命頑張りまして、ちょっとレベルが高い問題が多かったのでこちらもびっくりしましたということで、全4回にわたってメトロの皆さんと対談させていただきまして、いろいろ、聞かせていただきました。お忙しい中本当にありがとうございました。ありがとうございました。最後までご覧いただきありがとうございました。まだおまけのクイズが少しありますのでそちらも見てください。どうぞ。